はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ディオブランドです。さあ本日なんですが、皆さん、前段で、実装されました影の光というカードご存知でしょうか。このカードなんですけども、どういうカードかと言いますと、悪用してくれってカードなんですよね。この効果を発動するたん自分はバトルフェーズを行えないっていう効果制約ですね、がありまして、で1番目、自分のフィールドの闇属性モンスターを対象に、そのモンスターと元々の種族レベルが同じとなる光属性モンスターをデッキ、草デッキから特殊召喚する、デッキからもできるし草デッキからも出せるんで、結構ねなんかレベル10用意したらこういうマスターフレアヒペレンとかこういう強そうなモンスターも出せたりするんですよね。はい、で墓地のこのカードを除外すると通常召喚に加えて一度だけ自分のメインフェーズに光闇属性モンスターを召喚できると、召喚権増やせるよという効果があって、ちょっとねテーマカードじゃないんでサーチが難しいんですけども、普通に強い1番も2番もめちゃくちゃ優秀な、光闇テーマであれば非常に優秀な効果になっていますよと。で今日はこれで何をやっていくかと、これ光属性モンスターだったらマジで何でもませんですよ。デッキから光属性でなんか強いモンスター出せるやついないかなーってパーって見てたんですけども、いました。はい、紹介しましょう。アルカナボース21ザ・ワールドさんです。行かれてますね。このモンスターをデッキから出せるんですよ。こいつは、言わずもかな、コインが表が出た瞬間に、モンスター2体を墓地送るとエンドフェーズにターンスキップっていう効果が付与できる、もう最強カードなんですよ。遊戯王界最強カード、相手のターンをスキップするこれほど強いカードがありますか。完全にドローフェーズさえも迎えないですから、ね、相手ね完全にスキップされますから、もうずっと俺のターンができるわけですよ。で、闇属性レベル8の天使族を用意すれば、こいつぶち込めばいいので、闇属性天使族レベル8を用意するテーマとして今回はデスピアと組み合わせ、あデスピアじゃない、打天使と、組み合わせております。で打天使と相性がいいのデスピアなんで、デスピアとも組み合わせておりますみたいな感じですね。はい、でデスピアにもこのドラマトリギアっていうレベル8の、天使族がいますので、まあ、この辺か、まあ、または打天使のこのスペルビアですね、この辺を、まあ、墓地から蘇生するなり、まあ、ルシフェルで呼び出してくるなりなんなりして、盤面に用意してそこに影の光をぶち込んで、まあ、ザワールドすると、で時を止まれするという感じですね。でちなみにザワールド以外にもですね、最強カードいまして、大天使クリスティアさん、これ特殊召喚封じるモンスターなんですけども、虚無空間できるモンスターなんですけども、こいつもデッキからと出してこれます。これで、はい、最強です。理論上最強デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。デスピア打天使めちゃくちゃ久しぶりにバッシュしてるけど楽しいね、このデッキね。あー、影の光来てるじゃないですか。これ展開通れ通ったら嬉しいな。これ測られるか結構いけそうな気がするけどね。あ、なんもなそう。楽園劇場でいいか。楽園劇場。いや、でもこれ下もドローにかかってんだ、これかなり。なんか有石渡ってる気がするな。これ下もドローにかかってる感ありますね、かなり。あー、ん？これは、いけるんじゃねえか。追放を打ちます。これで8持ってくればいいか。これ8持ってきて、これねいけますね一応。で融合さえにしたやつは全員帰ってくるんで、これでそれぞれ楽園劇場デスペ発動する。なんかね、いやこれ多分増人なんじゃないかな、多分 G だと思うわ。あー、 OKOK 了解。まあ、G はさすがにちょっとドローさせすぎるので墓穴ぶち込みます。はい、でねこれね、これね、いやめっちゃ強い盤面できるんだけど、ちょっとねザワールドのコインがどっちかによるんだよね。いやもう 50% コインが表出る確率は皆さん何パーセントですか。50% なんですよ。死者誤入したらそう 100%、 50% は 100%。 デスピアのドラマトゥルギアだし、そしてルシフェル効果発動して、スペルビア特殊、はい、スペルビア特殊が成功時効果で、イシュタムだし、そして手札よりマジックカード影の光を発動。影の光の効果によりレベル8の光属性の転移速をデッキから特殊召喚。コインは当然聖地だ。うわー、ギャー。
すいません。うるさくて本当にすいません。これなんでもいいな。階段でいいか。コインの表の効果、ザワールドの効果、エンドフェイズ時、フィールドのモンスター2体をリリースすることにより、相手のターンを完全にスキップする。ザワールド、時を止まれ。さあターンチェンジ。いいえ、俺のターン。ずっと俺のターン。ずっと俺のターン。なんだねこれ。これ打点足りてんな。バトル。貧弱貧弱。悔しいでしょうね。ターンが回ってこなくて。赤系の光来てるじゃないか。これ いけんじゃねえか。これワンチャンあるぞ。チャンあるチャンある。これしかもあれじゃん、開幕もいってるからね。召喚権ここ閲楽に多分割いていいね。一応閲楽入れると無限包囲をケアできるんで、ですね、ゆこば出しまして、で、まあ、イシタムなのかな、これ。一応イシタムなのかもしれませんね、これさすがにね。で、まあ、とりあえずイシタムでドローしてから考えるわ。イシタムでドローしてから考える。これもう買いたいな。これでですね、あ、最強じゃない。あ、強くない、バリ強い。バリ強ハンド来たんだけど、閲楽の盾石いらないな。閲楽いらん。で、アルベル特殊。で、アルベル効果。劇場を持ってくる。で、劇場発動。OK? で、劇場効果。で、ルシフェル君を爆誕させていく。はい、はい。3体のモンスターを融合スライドし、融合召喚、現れろ伊達氏、黎明の伊達氏、ルシフェル。そしてデスペアのドラマトゥルトゥルギアの効果によって自分を墓地から特殊召喚。さらにですね、これどうしよっかな。これちょっとザワールドじゃないパターンも見せるか。ちょザワールドでコイン失敗しするシーンを見せられてもみたいなとこあるっていうありますよね皆さん。しかもあの俺リンクサイにしてどっか行かせることできねえし、これどうしよう。打点シルシフェルの効果発動しましょう。これね、ちょっと最強モンスター見せます。でルシフェルの効果によって自分の墓地から何らかの天使族モンスター特殊召喚できますよと。でさらにこれも出せるんですよ。これ強くないですか。これだ強くないですか。このね、大天使クリスティアがいると、相手、お互いにですけど、お互いにモンスター特殊召喚ができないっていう、まあ、要するにまあ、あの、パキファロですね。何これ。そんな癖ことある？インフェルノティガン！珍しいデッキ使ってんね。まあ、多分大丈夫でしょう。でも、ハンドレスコンボにならなそう、さすがに。はい。あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ、全然どうぞ。はい。でね、どうぞどうぞどうぞ。特殊召喚できないですけどね。特殊召喚できないですけどね。モンスター圧倒的最強制圧札の前に相手はひれ伏すしかないといったところ。このね、まあ一応ね、マジでネタに振ってますけど、あ、はい、ザワールドじゃなくてクリスティア出した方が基本的にはいいですけどね。基本的にはハンドは割とゴミ寄りではある。デクレアラーディバイニング発動。いやー、何これ、何でアークデクレアラ、みかんこかな、みかんこでぬかんこってね、うん、大姫のみかんこの召喚ムービーあまりにもえっすぎてちょっと辛いわこれ。本当にこれめっちゃ足綺麗だからマジでみんな見てほしい。あー、マジでね、足めっちゃ綺麗なんだよね。さあ電池用のみかんが持ってきて、何らかのカード捨てる。あ、愚かな重装、なるほど、愚かな重装捨てる。結構そっち強いけどな、そのカード。それよりも強いカードが手札に固まってるってこと。さあ電池用のみかん、うわエロ。あまりにも今見た、今のちょっとよかったら巻き下ろし見てほしいんだけどさ、あの足のね、なんか角度がねめちゃくちゃえんなんだよねこのモンスター。
さあ、そんなこと言ってると、展開が通っていきます。でアラベスクで、お姫のみかんこ効果発動してアラベスクを装備していく。なるほど。でこれで多分フーリーかなんか出てくるのかな。フーリー召喚権も使ってるもんね一応ね。でフーリー特殊召喚して、装備カード装備されたのでトラップカードを、サーチしてくるみかんこの。はい、でみかんこ噛み比べきた。はい、噛み比べきていく。デクラディバイナーとフーリーではブレイバーか、多分ブレイバーだな。オッケー、ブレイバーオッケー、ブレイバーオッケー、ブレイブドラゴン装備カード3枚装備カード強いんだよなマジで。この動きめっちゃ強いんだよな。妖刀型か、なるほど。妖刀、俺妖刀俺竹、モロハ、あいい装備ですね。はい、なるほど。黄金色がなんかしてるやつですか。妖刀竹光効果、俺竹光を戻す、なるほどね。で多分黄金色でドローしに来るみたいなのが手札めっちゃ増えるやんあいつ、やばすぎ。で、パーツブレイバードラゴンの攻撃、表示機種変更していく。で妖刀竹光の効果発動する。竹光カードサーチ、燃え竹光、あれあれやばいことしない。メインページスキップ1スキップしようとしてるよね。メインページ1最強のやばい。ああメインフェーズ1とメインフェーズ2スキップが確定してしまいましたやばい、助けてくれ。エンドフェーズ、エンドフェーズターンチェンジ、ドローフェーズ、ドロー一種タム、一種一種一種タム、バトルフェーズ入るしかないこれバトルフェーズ入るしかない、気持ちいいけど、なんとかして、なんかなんとかなんていいかな。タカアナ宇宙人、タカアナ打って相手の、まあ、デクレアラディバイナーかなんか除外しとくしかねえか。やることなさすぎなんだけど。それにバトルフェーズをスキップされて、でメインフェーズに入ろうとするんですけど、メインフェーズにもなんとスキップされるという話ってことはエンドフェーズになるお最強でやめろ。みかんこマジで何でもできんな、強すぎ。ワロタターンスキッパーはターンスキッパーを呼ぶということか。